海底そして陸地に近い場所だったことも考えられます。最大震度6弱を観測しました。宮崎南部平野部で最大震度6弱、非常に強い地震が発生しました。非常に強い地震です。他の地域の皆さんドキッとされるかと思いますけれども、非常に強い地震が発生しました。津波に注意が必要ですという情報なんですが、もうすでに第1波が到達という情報も入ってきています。4時43分ごろに地震が発生しました。今から2分ほど前です。九州で地震が発生しました。念のため津波に注意と出ていますけれども、すでに第1波が到達したという情報が入ってきています。最大震度6弱です。非常に強い地震が発生しました。すいません、情報が錯綜していまして、字幕スーパーが様々ちょっと